いらないっしょ。だって、は、2テラのがあるから。いらないよ、これは。いらないでしょ。高いし。で、ここだよ、問題は。ハードディスク。ここの、これはやっぱり、多くなくちゃ。これは多くなくちゃ。まあ値段との兼ね合いだね。多ければ多いほどもちろんいいんだけど、動画とかあるし。ただ、値段との兼ね合いで決めるしかない。なんでかっていうと、お金が大してないから。お金が無限にあるんだったら、一番いいのにするけど、いっぱいあるんだったらね。お金がたくさんあるんだったら、あれだけど、値段との兼ね合いだ、ここは。まず確か通常の時点で200、あ、2テラなんですよ。だから、3テラ、1テラ増えるのに4180円。これはちょっと安い気もする。で、4テラからなんか一気に値段が上がっちゃうよね。だってさ、3テラ、2テラから3テラにするのに、つまりは1テラあたり4180円なのに、こっちは1テラあたり、これ割ると6000以上になっちゃうから、そう考えたらこっちの方がお得だよね。値段との兼ね合い考えたら。とりあえずこれが第一候補。1テラあたりの値段はこっちの方が安い。5テラになると一気に値段が上がる。これね、風俗とかもそう、あ、なんですか、ゾロメさん。俗風とかもそうですよ。なんかさ、判断が難しい。マジっすか。なんか60分コースと90分コースとか、例えばあるじゃん。60分コース、90分コースってあって、なんか、60分の方が、10分あたり安かったりしない？たまにあるよね。90分で120分みたいな。90分コースと120分、120分のが、時間で割ったら90分のがお得とか、120って、そういうやつでしょ。いや、あるよね。そういうのあるよね。わかるでしょ。普通長い方がお得なんじゃねと思いながら90分のがお得みたいな。時間で割ったら。楽天振り込んだ。マジっすか？ちょっと待って。ちょっと待ってください。ちょっと今やってるのに、ちょっと待ってね。とりあえずこれ3テラ。これが候補。でもこれの SSD はいらないよね。だって、これは、C の方の SSD 選択してるから、ハードディスクの SSD はいらないでしょ、さすがに。でも360とかになっちゃうもん。こんなん全然入んないじゃん。いらないだろ。SSD 1テラ、6万。いや、こんなん無理だよ。いや、ハードディスクでいいだろう。保存しとくやつだもんだって。ハードディスク追加。いや、いらないっしょ。だったらさっきのに、もっと何テラとかやっときゃいいっしょ。これはいらないな。
ハードディスク追加に入れた。いらないって。グラフィック機能。これが必要なの？グラボってやつでしょ、これ。グラボってやつでしょ。これは必要なんだ。いや、これはどうしたらいいの？じゃあ、これにしとくか。いや、待てよ。この初期の状態でグラボってのがあるんじゃん。だったらいらないだろう。サウンド、無線 LAN もいらない。こんなもんだろう。まあこんなもんっすよ。もういらないよ、こんだけだよ。まあ、一通りパソコン全く詳しくない俺が、これあった方がいいんじゃねっていうなんとなくで選んだ結果。173,360円。まあ、約17万ですね。あ、これとは別に送料があるから2160円。まあ、17万3000円あれば足りますね。17万3000円あれば。17万3000円。YouTube が開けない。このウェブブラウザは現在サポートされていません。Firefox の方で開くか。Thank you.